そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかっちです。突然やけど質問です。これまでの人生で後悔していることはありますか？僕は一つだけあります。ちゃんと謝ることができなかったことです。その結果、友達が100人いなくなりました。もし戻れるなら、あの日に戻りたい。一発勝負です。今だから話せる。小学5年生の時に、なんかわからんけど、授業が自習の時間になりました。自由にお絵描きをしていいよという時間です。俺は絵が下手やったし、ずっと机で座って一つのことをやるっていうのはめちゃくちゃ苦手やったから、教室を歩き回ってみんなの絵を見て、何これ、これパンダ、こんな耳でかくないわ、え、何それ、クリリン描いてんの、全然似てない、え、何それ、それ変なん描いてるこいつ、みたいにみんなの絵をバカにしてました。嫌なやつやな、分かってるよ。山ちゃんが座ってた、僕の大親友です。頭もいい、スポーツもできる、イケメン、優しい、明るい、爽やか、男の子にも女の子にも人気、もちろん僕も大好き。何を書いてんねん。静かにそっと覗き込んだよ。一目でわかった。ドラゴンボール Z の孫悟空、めちゃくちゃうまかった。でもな、なんで自習の時間にそんな真面目に書いてんねん、こいつバカちゃうか、で思って、で、なんか一生懸命書いてるのと、その、うまかったのがなんか悔しくて、僕はこう言った。え、何書いてんのこれ、孫悟空？顔ちっちゃ、全然似てない。みんな見てこれ。冗談で言ったよ。そしたら、見たことない顔で、山ちゃんがこう言った。お前うるさいわ。止まったよ、呼吸止まったよ、時間止まったよ、空気が止まった、全部が止まったよ。なんでそこまで言われなあかんねん、女の子も見てる、男の子も見てる、みんなの前でそんなん言われたら恥ずかしいやんけ。なんかムカつくわ、こっち冗談で言ってんのにそんな本気になることないやろ。めちゃめちゃムカついた、めちゃめちゃ腹立った。でそのまま僕は静かに自分の机に座りました。そしてその日は山ちゃんと一言も話さんかった。次の日、下駄箱で靴を履き替えていると向こうの方から山ちゃんが走ってきた。気づいてたよ、気づいてた。でも気づかんふりをした。でそのまま向こうに行こうとしたんだけど、山ちゃんが俺に向かってこう言った。おはよう。え、何それ。いやいや、昨日あんなことあっておはようって何もなかったかのように声かけんなよ、ムカつくわって思って、その時はおんおんみたいな感じで自分の教室に行った。そしてお昼休み、みんなが手打ち野球をしている。そして山ちゃんが僕のとこ来て言ったよ。大ちゃんもやろう、大ちゃんも一緒にやろう。どうしたらいいかわからんかったよ。だからその時は、あ、ごめん、あの塾の宿題があるから今日はできへんわって断った。それが山ちゃんが俺に誘ってくれた最後のお誘いやったわ。その日から俺はみんなを避けた。山ちゃんのグループの人とは一言も話さへん。
一言も喋らへん、目も合わさへん、もちろん一緒に遊ばへん、一緒に帰らへん、みんなから避けてみんながいないところに行ったよ。じゃあな、向こうも避けたよ、当たり前やな。でも全然気にせんかった。だって俺には塾があるもん、中学受験があるし、塾に行った塾の友達がいる、学校の友達なんかいらんわ、そう思ってた。でもな、その日から本当に一人ぼっちやった。ただ一人ぼっちだけじゃない、向こうにも無視される、そしてひそひそ話が聞こえてくるね。なんかあいつキモくない？なんかあいついつも目立ってな、なんかこう自分勝手で自己中じゃない？あいつ嫌やな、あいつと一緒の席というか近くの席にいたくないわ。聞こえてくるよ、ひそひそ話が聞こえてくるよ。でもそのうちひそひそ話じゃなくなって直接言われるようになったよ。でも何も気にしない、言われるがまま睨み返すこともしない、空気みたいな感じやった。じゃあな、どんどんエスカレートしてくんねん。それが道で歩いてたら思いっきり足を踏まれる、靴箱下駄箱で靴履き替えてたら靴を思いっきり蹴られる、教室で着替えてたらタオルを窓の外に思いっきり投げられる、体育の時間で着替えてたらお茶を飲んでるやつが僕の前に来てベーって思いっきり吐き出す、お前なんかどっか行けや、お前と一緒のクラスにいるの気持ち悪いね、臭くなんねん、どっか行け、だから嫌われんねん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 っていう言葉が本当に苦しかった。だから何もできなかった、何かをやったら嫌われるから、何もやってもやらなくても嫌われる、いてもいなくてもいい存在、むしろいない方がいい。一人やったよ、苦しかったよ、でも誰にも言われへんねん、そんな苦しいこと。なんでやって思うやん。そう、いじめられてること苦しいよ。でもいじめられてること以上に、いじめられてるということを誰かに知られることの方がよっぽど苦しかったんよ。だから誰にも言われへん。先生にも親にも家族にも塾の友達にも、自分がいじめられてる、自分が嫌われてるなんてこと誰にも言われへんねん。だから一人やった。俺なんか死んでも、誰も悲しまへんわ。もう死んだ方がいいんちゃうか。そう思った。そして学校卒業するまでの2年間結局ずっと一人ぼっちやった。学校のクラスの友達だけじゃない、4年生の時仲良かった子、3年生の時仲良かった子もみんなが俺を避けたよ。学年中100人友達いなくなった。後悔したよ、ずっとずっと後悔したよ、つい最近まで。なんであの時謝らへんかったんや。山ちゃんがそんなに傷ついた時になんでごめんねって言わへんかったんや。次の日におはようって言ってくれた時におはようってなんで言われへんかったんや。手打ち野球やろうって誘ってくれた時に俺もやるってなんで言われへんかったんやって、いつでも自分から謝れた、でもそれをやらんかった、なんでやらんかったんやって、自分を苦しめたよ、自分を責めたよ、自分のこと嫌いになったよ、こんな自分最悪やって、だから嫌われるねん、だから嫌われるねんって自分で自分のことを何度も思ったよ。今やから思う、時間が経てば経つほど謝ることが難しくなんねん、言えなくなんねん、できなくなんねん。だからちょっとでも悪いと思ったその時がベストタイミングやねん。その時に謝ろう、ごめんねって謝ろう。わかるよ、ごめんねって謝ったらなんか自分が負けてしまったんじゃないかとか、自分だけが悪かったことを認めることになるんじゃないかとか思うやろ。俺は思ってたよ、そんなことないねん、わかる。それよりもずっとずっと謝れないことに対して苦しむことの方がずっと苦しいから、謝ることは負けじゃないんよ、強さの証や。相手のために謝るんじゃない、
自分のために謝ろう。その苦しい気持ち、モヤモヤしてる気持ちを吐き出すために謝るねん。全部自分が悪かった。そんなことは言わんでいいんよ。自分が 悪かったところだけ、自分が言った悪いなと思ったこと、やって悪かったなと思ったところだけ謝ったらいいんよ。一生懸命書いてるのにバカにしてごめんな、これが言われへんかった、本当に苦しかったよ、あの日には戻られへん、だからあなたに伝えたい。大切な人と喧嘩をしたら、ちょっとでも自分が悪いと思ったら、思ったその時に謝ろう。自分のために苦しむのは本当につらいから。でもな、謝れないこともあるね、わかるよ。謝れないこともある、苦しいこともある、許されへんこともある。世の中にはどうしても謝られへん時は、謝れない自分を許そう、許してあげよう。そうしないとずっと苦しむことになるから。以上です。はあ、本当に本当に本当にね、後悔してるのはそれだけ。人生でもうやっぱいっぱいいろんな失敗をしてるけれども、もしあの日に戻れるならって言ったら、たった一つだけ、小学校5年生の時のあのお絵描きの時間、なんであの時にあんなことを言ってしまったんや、そして言ってしまって怒った時に謝られへんかったんやっていう、それだけを本当に39、今39やねんけど、最近までずっとずっとずっと思ってたんよ。あの時謝ってさえいれば、自分に自信を持って友達に嫌われることもなく、もっともっと活躍できたのにな、もっともっと楽しい学校生活が送れたのになって何度も思ってました。はい、ということです。うまく伝わったかどうかわからんけど、自分の心に聞いて、そのままを皆さんにお伝えしました。はい、ということで、このミスターおかっちのチャンネルでは、皆さんの心を動かして生きる喜び、生きる力をお渡ししたいなと思ってます。はい、でちょっとでも元気になったとか、ちょっとでもいいなと思ったら、高評価ボタンを押していただいたらめっちゃ嬉しいです。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、そんな感じで皆さん、ワンダフルな一日を過ごしください。バイバーイ。ごめんね。